日本群馬県前橋市総社町総社総社町総,総社は群馬県前橋市の地名。郵便番号は371-0852。2013年現在の面積は2.61平方キロメートル。前橋市の西部、利根川の左岸、春名山南東六の大地上に位置している。総社という地名は鎌倉時代頃からある地名である。江戸時代になると、はじめ総社半領。 官営10年に、高崎藩領、旗本、安藤資領を経て、法営7年には、幕府領、官邦2年に、沼田藩領、延京4年から、前橋藩領だった。地名の由来は11世紀後半、国史政治の衰退期に、国史が国内の549社を勘定し、新名庁を、行使し、これをご神体として、上野国総社大名人として、 宮辺に社殿を建立したことに始まる。慶長6年に秋元越中守町朝の領地となり、僧者の地より上の勝山の地へ城造りと町割りをして、慶長12年には古来の僧者に元の地を加え、元僧者とし新城の地を僧者町と名付けた。鎌倉時代頃は僧者と書いていたが、江戸時代頃になると現在と同じ僧者と書くようになっていった。 2017年8月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鉄道駅はない。国道は通っていらず、県道は群馬県道6号前橋三里線と群馬県道15号前橋伊香保線が通っている。参ハ廃ジアと、ありがとうございます。